豪快に書かれた大量の文字鮮やかなグラデーションで表現された大山伝統の技法を筒書き染めで作られた大量旗です米子市の本通り商店街に店を構える松田染物店創業1702年300年以上の歴史を持つ老舗染物店です手の角度とか 動かし方によってはうまくのりが出なかったりとかそういう部分があるのでそこはやっぱまだまだ難しいなっていう店の14代目松田一生さん26歳大阪の大学を卒業した2020年ふるさと米子に戻り染め物職人としての道を歩み始めました以来 父である13代目の成木さんのもとで修行しながら、店を切り盛り盛していますやっぱりものづくりっていうのは、まあ、好きじゃないのできないところもあるので、うん、やっぱりそういう意味では、あのしっかりあの継ぐっていう意思で、あのよくあのめ物屋を入ってくれたなっていうふうに思いますけど最初の方の取材とかは、結構、まあ、見返したりするんですけど、かなり下手くそだなっていうのはあったんですけど。 まあそこに比べるとやっぱり上達はしていいるなううふうに感じます、まあ、やっぱりできることが増えるほうが楽しいと思うのでふるさとに戻って4年今一勢さんが感じているのが伝統工芸の世界そして生まれ育った町に押し寄せる時代の波ですやっぱり。昔に比べるととお店とかも 減ってきたんかなって思います、ね、後継者不足とかあの、まあ、若い人たちが都会に出て行ったりとかして岐路に立たされている日本の伝統工芸1979年には全国におよそ29万人いた従事者も2016年には6万2千人余りに減少その理由が後継者不足や産業の機械化による 需要の変化だと言います、まあ、この先お客様の需要とかも変わってくる中で、まあ、その時のお客様のニーズっていうのに応えながら、えっと、うちも仕事をしていかないといけないなというふうに思います伊勢さん伝統を守るだけでなく染め物の新しい価値を模索し始めましたいや本当によかったよこれ。 大好評ですよね。ゲストの人にも。そうですね。ね<え>ちょっとあの渋いけど可愛い,いみたいな。うん、この日こううの一成さんが望んだのは、今日はえっとまあウェディングで使う染め物っていうのを展開していきたいなって考えてて、まあ、それの商談という形で。色とかも商談相手は関西を中心に活動するフリーのウェディングプランナー曽田、うん、さん。でこの色合い 今年4月に行われた一生さんの結婚式を手掛けたプランナーでもあります。式では、一生さん自身が作ったウェルカムボードならぬ、ウェルカムの連でゲストを迎え、染め物で作ったポーチやペンケースなど、一点物の,の品々が引き出物として贈られました。 今後曽田さんが手掛ける式でも取り入れてもらえないかと、今回の商談に至ったのです。らと込むことに対ししててて持ち込み料とかがかかがってきてしまうんで、すよなんであのまずはオリジナルウェディングとか、なんかアウトドアウェディングとか、そういったところを優先に一旦出してもらって、で広まっていったら、その新郎新婦さんが式場側に、なんかこれ持ち込みたいんですけどっていう声が。 実際に多くなっていくと思うんで、でそうなった時にあのマツさんたちが直接式場側と提携することができるような流れになっていくかなと思うんで。具体的な商品の価格帯、今後の展開の方法まで話が及び一斉さんで応えを感じたようです。さ,さらにこちらどういった店になるんですか。はいえっ、ー、とコアマツ染物店の。 第2020年にオープンしたのが染め物を使った衣類や雑貨を取り扱う随仙堂結構年齢層は広くて年配の方から若い息子世代の方も来てくださいます店長は一生さんの母水江さんアパレル関係で勤務していた経験を生かし 普段使いの商品の企画・制作を行いますなかなか染め物って一般の方には知られてなくて大量型とかは本当にもう決,決まった方だったので一般の方にもまあ見てもらいたいし広げていきたいということで,それであの中には一生産のアイデアで作られた商品もこの携帯ケースとか 首からからけて携帯を入れるものだったりとか、まあ、自分でも身につけられるようなものをまずは作って自分が使うってところをしました今後はインバウンド客を通じて海外にも商品を発信していきたいと話す一星さん伝統の染め物の新たな可能性を切り開く若き後継者の挑戦は続きます伝統工芸も生かし方次第だと思ってますので 自分がもうダメだって思ったら、まあ、それまでですしまだまだできるしやれるって思ればもうそうなると思うのでどんどんその伝統工芸染め物の可能性っていうのを探求し続けて、まあ、どんどん向上心を持って挑戦して続けていきたいなって思います。